い、それでは続きやっていこうと思います。さて今日はねちょっとリクさんの方からのスタートでいこうかなって感じですね。ちょ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 よいしょ、よし、オッケー、よし、じゃあね この大聖堂をね今回は巡っていこうと思うんですけれども、いや方向音痴だかな、あ出ちゃった、やべ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 、広場、あ礼拝堂、ここずっと登っていく感じなのかな。お普通にできる。このニャンコあれだよね、ネク君が持ってた、あレベル上がった、ニャンコが超襲ってくる、よいしょ、ニャンコじゃない、こいつニャンコじゃない、オッケー、あまだいる、オッケー、よし行きましょう、えこいつ敵じゃないよね、あーよかったよかったよかった、危ない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 、あどうせな、そうだ、デレデレするか、デレデレしよう、スピリットちょ触れ合いしましょう、触れ合い牧場、えツン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 、こんにちは、ツン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 、あーかわいいね、ツン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 、撫でてやろう、あー癒されるー、かわいいよー、あー、まあ、見た目がね本当にねかわいいですね。でそろそろ一つ増やさないとって思ってるんですけど、どうしようかな、ちょ レシピが確か前回のパートでゾウさんのねレシピもらったので、その子が作れればいいかなって感じなんですけれども、よしじゃあちょっとリンカーアビリティちょっと解放しますか。さあどれぐらいいけるかな、アビリティリンクか、今105持ってんのか、これはマジックヘイスト、これはリンク回数を行った回数で解放、マジですかマジですか、じゃあこれでも、あええちょ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 、あれあここか、マジックヘイストで、それからのこっちだから、今のところ開けられるのは、あとはドレインダイブ開けましょう、 OK、 マジックアップ、あいいね、よしよし、じゃあこれぐらいにしておきましょう、あとはデッキコマンドだっけ、でこっちでなんか新しいのゲットしたね、エアリカバリーつけてなかった、じゃこれつけますか、であとはエアスライド、ここかなんかいけるのかな、いけないな、こっちは なんか何もできなさそうですね、まあいいか、 OK オッケー、じゃあこんな感じでいきましょうか、ね、これはただ一周ぐるっと回るだけかな、あれですよね、レベルも大事だから戦いながら行きたいところなんですけども、あれ結局何もなかったかしら、じゃあここに戻るしかないか、あなんかあれ新しいとこ来た、ほあセーブポイントじゃん、セーブしましょう、はいよし行くぞ、宝箱モーニングベル、よいしょ、んこれは登れないか、こっから机の上に上がれないのか、うん、よいしょ、おあちょ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 、登っておくれやす、でここから登って、温かい箱、モーニングベル、でもなんかさこの辺のアイテムなんかねまだね何も使ってないんですよ、あなんかお叩いちゃった叩いちゃった、海外だとなんかさあの鐘を鳴らす仕事みたいなのあるらしいよね、ああ怖い、落ちちゃった、あれここに登って
え、なんか違う臭いな。あ、なんとなく来ちゃったけど戻るか。あ、アイテムもねちょっと回収できたし、セーブもできたしいいでしょう。あとどこか行けるところ、あ、礼拝堂、ここに戻って、で、そう、まだね奥の方行ってないもんね。よし、じゃこっち行きましょう。あ、いる、ちょっと戦っていこうかな、どうせならこっちか。何これ、ケロケイロ世に挑むというのか。え、ケロケイロ強そうだよね。え、やめとこうかな、なんか強そう、見た目が強そう。いや、でもじゃあ大聖堂いいのかな。でもこんぐらいしか見れなかったよね、あとは金のある場所ぐらいしか。じゃあ出るか。いいや、いや、あのカエルちょっと嫌な予感するわ。挑んだ人いるかな。世に挑むというのかって、なんかねえ絶対強いじゃん。さあ一回出ました。敵さんがいるところなんですけれども、あれ、わわ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 わ。次のエリアに行きたいところですね。なんかどうせなら戦いますか、敵と。よし、じゃあ倒したので先に進むか。あれ、どっか、ここ広場だもんね。セーブポイントあるとこに一回戻ろうか。よし、セーブ。オッケー。さあちょっと街を進んで行ってみましょうか。いや、これ迷うな。あ、でここがセーブポイントのところだもんね。そうだよね。扉があるところ、扉があるところ、あ、やばい、そろそろリクさんがタイムリミットですね。あー、じゃあソラ君に戻すか。あ、まあいいや、リクさんレベル上がりましたし、よし、できるだけ たくさん倒す。探索はまた次回って感じかな。探索というか先に進むのはね。よし、じゃあ戻りましょう。はい、95、バルーン、スピリットと風船を弾き合うトレーニング、ふんふん、マジックブースト。なんかなかなか呪文は本当はあんまり使わないよね、私ね。お、全部いけんじゃん、決定。はい、じゃあソラさん行きましょう。よいしょ、 G に避難したカジモドたちを探そう。どこにいるんじゃ我。なんかここもちゃんと、よいしょ、あ、ソラ君レベルアップ。危ねえ危ねえ、怖っ。 OK、 こんな感じかな。あ、また広場出ちゃった、バカ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 。あ、いいのか、あ、いいのか、ちょっと待って、あ、よかったんだよね。そうだよね。でこっち行って、で金のあるところに、金ってマニーじゃないよ念のためね。あ、そうそう、ここここここで、ここにねセーブポイントが、あ、イベントだ、ソラ君ではイベントになるんだね、ここ。これがビッグマリーだよ。ハロー。
気に入られたよ。カジモド、大丈夫みたいだな。ええ、そうですね。どうってことない。あの子は石よりも強い子だからね。へえ。うわ、石像が喋った。なんだ、私らが喋っちゃいけないのかい。ん？ずっとここにいればいい。ダメ、できないわ。どうして？ここは聖域なんだよ。でも自由がない。ジプシーは石の壁の中では耐えられない。君は僕を助けてくれた。今度は僕が助ける。でも出られないわ。どの扉も見張られてる。扉からは出ない。いいかい。は、行くよ。おお、行っちゃったよ。カジモドのこと詳しいみたいだな。長い付き合いだからね。もう10年以上にもなりますかね。朝から晩までずっとここに。カジはここを出られないんだよ。フロロー判事の言いつけでね。どうして？話せば長くなります。要するにフロローはカジモドが醜いからってここで守ってやってるつもりなんだ。カジはいつも眺めてただけのお祭りにどうしても行きたかったんだ。それで勇気を出して外に出たまでは良かったんだけどね。まさかあんな魔物が現れるなんて。よく言うよ。お前自分の顔見たことあんのか。一緒にしないでください。う、やるか。いい加減に押し。どっちも変わんないよ。今度のことで心まで閉じ込めてしまわないか心配だね。心を閉じ込めるなんてダメだ。俺カジモドと話してくる。おお、回想シーン、フロローの教え、ちょ見てみましょうか。人間は結局は中身やで。カジモド、お前は世間のことを知らない。町の人間はお前の姿を笑い怪物だといじめるだろう。お前を守ってやれるのは私だけなのだ。その代わりお前はここから出てはならない。忘れてはならんぞ。ここだけが安全なのだ。はい、ご主人様。あれな、ご主人様に染められちゃってますね。あ、見た目はほらね、3日で飽きるって言うからね。やっぱり人間最後は中身ですよ。人付き合い何においてもね、恋であっても友情であってもね。なんかエスメラルダちゃんとちょっといい感じになりそうな感じしないね。どうなんだろうね、気になりますな。よいしょ、ちょアイテムがありそうなのでちょっと探索してから抜けましょうか。あったあったあった、ここにもあったよね。よし、オッケー、バルーンで落ちて、ちょっとセーブオンなのでちょっともう一回セーブするわ。さあ行きましょう。もうここには用なしだよ多分ね。あ、出てくるかお前ら。はい、やばい。オッケー。よし、じゃあ出るべ。あれかな、大聖堂の奥行ったらまたあのなんかカエルがわしと挑むのかみたいな、そんなわしに挑むのかみたいな、そんな感じなのかな。ちょ、僕行ってみようか、念のため。ぴょんぴょん。あ、でかいサイがいる。チース。あれ？あ、いないか。いないのか。よいしょ。これが本当にね、便利。クソ便利。あれ？あ、なんか上に行ける。上に行ける。あ、ここから敵を狙えってこと？おう。あれ？マイカ落ちるべ。いや、帰ろう。いや、いいよ、もうここは出ようぜ。
あ、まあでもレベルも大事だからちょっと戦闘していこうかな。ちょっと一気にカットすると思いますけれども、はい、では外に出ようと思います。さあ出てきたんだけど、ちょっと出るか、セーブしたい。あ、イベントやん。君はソラ君だったかな。さっきフロローと一緒にいたやつだな。よしてくれ、俺は君と争うつもりはないよ。分かってくれて嬉しいね。フィーバスだ。それより彼女はまだここにいるだろうね。エスメラルダのことならカジモドが外へ逃がした。まずいな。どうしたんだ。フロロー判事のことだ。フロローはジプシーたちを始末することに暗い執念を燃やしている。俺はそのやり方に異を唱えて追放されてしまったんだ。そんな、ひどい。俺のことはいい。フロローはジプシーたちの隠れが奇跡の法廷を見つけたと言っていた。エスメラルダとジプシーたちが危ない。フロローが奇跡の法廷にたどり着く前に知らせなければ。カジモド、エスメラルダが危ないんだ。彼女はどこへ。わからないよ。町のどこかへ行ってしまった。このペンダント、彼女はこれを見ればわかると言ってた。このお守りをつけると町は僕のものになる。そうだ、これは町の地図だ。大聖堂がここで、町を抜けて橋を渡った先が奇跡の法廷だ。よくやったカジモド。すごいよカジモド。うん、僕が彼女を助けるんだ。おお、おお、超やったやん、いいやん。よし、じゃあそのなんだ、奇跡の法廷ってどこに行くのかな。あ、ちょ、おお、大きい花のドリームイーターを3匹倒せ。なんかいろいろいるんだけど、なんかラランテス的なやつ、ラランテス的なやつ。あ、こいつあれか、あのリクさんのダイブモードの時に戦ったハチさんですかね。ちょっと待ってね。痛だ。倒れろ。おお、これ何、あと2匹。あ、だ、死ぬ。危ない。あ、ソロさんが。オッケー、危ねえ。痛い、あそこか。よし、ん、どういうことだ。よいしょ。どうだ。いた、でっかい花。わあ、いるな。あいつ倒さないとダメってことか。あいた、ちょっと待って。あ、こいつ倒す。
よし、いいね。いやー、もうご了承ですわ、ご了承。あ、でここまで来たんですけど、じゃあ今回はここで終わりにしようかな。もう30分ぐらいになっちゃったのでね。じゃあ次回はこのここが橋っぽいよね。この橋のね先行こうと思います。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。